チームの得点王として活躍したバスケットボール B1 の佐川ルーナーズレイナルド・ガルシア選手の功績を称え、佐賀市で表彰式が行われました。県の発展に貢献したとして県政功労者知事表彰を受けたのは、佐川ルーナーズのレイナルド・ガルシア選手です。ガルシア選手は外国人選手で最長の4年間佐川ルーナーズに在籍するキューバ出身の選手で、今シーズン全60試合に出場し平均 15.6 得点とチームの得点王として活躍しました。今日は山口知事がスペイン語で表彰し功績を称えました。Darle las gracias a los fans, que la próxima temporada nos sigan apoyando, vayan a llenar la sala, la arena, que creo que eso a nosotros nos ayuda como jugadores. Y nada, muy agradecido con todos. 外国人が県政功労者知事表彰を受けたのは今回が初めてだということです。